皆さん、今ね、作品を見ていただいたので、今回の動画が何のご紹介になるか分かった方いるかと思うんですが、今回はですね、新しく発表された、じゃん、じゃん、インスタ360の 1RS のご紹介をね、したいと思います。インスタ360、1RS ですよ。いくよ、3、2、1。見て。これね、360度の方。僕のね、以前のこの動画で、インスタ360 GO2 のご紹介はしたかと思うんですが、インスタ360 1R か。この前の機種に関しては、1インチの、カメラ、搭載されているので、色情報だったりとか、画力があるアクションカメラとして僕はね、認識をしていたんですね。で、そのインスタ360 1R からよりアップデートされて、このインスタ360 1RS が登場されたということで、今回はね、この製品のレビュー、実際に作品使ってきていろいろ気づいたこともあるので、それも踏まえたレビューと、あとね、今回自分の作品の中では初チャレンジである360度動画やったんですね。で、結構ね、面白かったので、後半にね、編集画面を使って、ちょっとね、360度動画の気づきみたいなものもシェアできたらなと思っております。それでは早速解説していきましょう。まずですね、インスタ360 1RS の一番の魅力は、最もね、汎用性の高いレンズ交換式アクションカメラになってます。何がユニークかっていうと、例えばね、こんな感じでバッテリーでスライドすると、こんな感じでバッテリーと取り外せると。で、レンズと本体もでね、この360度の方があるんだけど、こんな感じでモジュラー式になっているので、360度のカメラを取り付けることもできれば、普通のアクションカメラを取り付けることもできれば、あとはね、こういうふうに1インチのレンズとかも取り付け可能なんですね。なので、アクションカメラの中で、モジュラーとして、いろんなね、レンズ360度、そして普通のアクションカメラみたいなことを柔軟にね、調整できる、唯一のね、アクションカメラになってます。普通のね、アクションカメラとしても撮りたいっていう方だったり、あと360度動画も撮りたいっていう、このね、2つ、一石二鳥のアクションカメラと思っていただいて大丈夫です。で、従来のね、このアクションカメラとかって、やっぱりね、こうやってアクション、アクションカメラとして、体験のこの一瞬を残すために、広角で、撮っていたんですけれども、もちろんそれもそれで、素晴らしい機能だと。けど、360度の良さっていうのは、全ての画角の情報量が収録できるので、例えばね、何か体験した時に自分の目線以外のところで何か面白いね、一瞬が生まれた時に、編集でそっちの絵をね、こうやって持ってくることができるんですよね。360度カメラって本当に最強、もう目で見ている以上の情報量が収録されるので、そんなね、魅力があります。今回の 1RS だと、4K ブーストレンズ、画質を、向上させる2分の1インチの48メガピクセルセンサーだと。で、低照度の性能がアップしているので、夜間の撮影に関してもすごくね、柔軟に対応できるようになりました。で、360度レンズは 5.7K の収録が可能です。で、それだけじゃなくてね、RS に関してはアップグレードされたコアとプロセッサーによって、スムーズなね、手ブレ補正と、よりね、高速な Wi-Fi 接続が可能になりました。
でやっぱりねこのねアクションカメラとかってスマートフォンに接続してすぐね例えば360度編集したりとか SNS にアップしたりとか、まあ、そういうね出口になってると思うんですけれども、やっぱり接続が遅くてなんかその動画送るのがめっちゃ時間かかるとかって結構 UX としてはあんま良くなくて、まあ、今回それがねアップデートされたということですね。でアクションカメラといったらやっぱりこの手ブレ補正めっちゃ大事なんですよね。やっぱり自分のね体験みたいな一瞬を収録したのに手ブレしまくってて全然綺麗に撮れてなかったら最悪じゃないですか。だから手ブレ補正ってのはアクションカメラにおいてはもう必要不可欠なんだけれども、インスタ360にはフローステートといって、まあ、手ブレ補正力を強化するね性能もついているので想像以上にね手ブレしません。でアクションカメラ従来のこのね 1R だとマイクが2つしかついてなかったんですね。ただ今回の RS だとマイクが3つついてるので、まあ、あの純正のマイクの音質がアップデートしたってことですね。でインスタ360のこのアクションカメラの魅力って、まあ、バッテリーがねこういうふうにまあ別になってると、このねバッテリーの持ちが従来よりも 21%、まあ、アップされたと。で僕今回ねスノーボードとかもうずっと撮影してたんですけれども、バッテリーの減りとかもあんまねあのなくて十分な撮影ができました。でモジュラー式になってるので、まあ、気になった方いるかと思うんですが、防水性能大丈夫なのと、もちろん大丈夫です。こちらあの5メートルまで防水、この感じでくっつけただけでですよ、しっかり5メートルまで。でですねこれ前回のインスタ360のこのケージなんですけれども、結構ね煩わしかったですよね、こうやってわざわざこれ入れるのが。1インチのセンサーサイズだとレンズが邪魔で1回取り外さなきゃいけなかったんだけども、今回のこちら新しいケースちょっと変わってまして、こんな感じで横からスライドできるんですよね。だからこんな感じでスッと入る、だから簡単だと、こんな感じですぐ取れるっていうね、そんな良さが今回のケースにはありますと。でもちろんねアクセサリーもあって、このね例えば僕今回スノーボードでよく使ったこの延長ロッド、これおもろくていくよ。あとはねスマートフォンとか編集 PC で、まあ、360度動画扱いづらいかと思うんですけれども、まあ、柔軟に編集ができました。ちょっとね画面見てみましょう。めっちゃおもろいでしょ。すでにこれ今ねログで僕収録してて、あの色フラットにしてるんですよね。で世界観ドーン乗っけるとこんなかっこよくなります。じゃーん、見てこの表現、俺めっちゃ新しいと思ってて、本来360度動画って全部を収録するから、自分のね全身をこの延長ロッドを使って収録することで映すことができるんですよね。これ結構海外のねクリエイターとかもね使っててめっちゃおもろいと。で僕ねこの360度動画があんまり好きではなかった、今まで使ってこなかった理由がいくつかありまして、一つはですね編集が結構めんどくさいっていうこと、まあ、あとは表現としてあんま好きではなかった、ここに関してはもう大反省してます。俺めちゃめちゃこれ360度面白いなと思ってて、僕が嫌いな表現って球体になるやつって、僕は基本的にリアルが好きで、体験とか自分の目で見たものを思い出に残すっていうことに価値を感じるから、正直非現実すぎるというか、なんかそのアニメーションじゃないけど非現実すぎるのがあんま好きじゃないんですよね。なので360度動画ってそういう印象があったんですが、そのね広角具合って自分で調整できるんですよね。むしろこの環境一人で収録した時に自分の全身を映せるっていうことはマジですごいなと思いました。で編集がめんどくさいっていう一つ目の要因に関しては結構簡単でして、インスタ360の公式サイトからアプリケーションをダウンロードするんですね。ダウンロードして、まあ、あとこんな感じで上の部分をいじると、例えばズームしたりとか、ここであとはメインを映すとアングルが変わる。で下の部分を動かすとズーム、こっち左側に映すと引き、これで自分の体をどのぐらい映したいかを調整します。で向き変えたいんだったらこれ左側調整みたいな感じかな、はい、若干重いんだけれども、こんな感じで調整していくと360度が完成です。で向きが変わる場合はアニメーションをオンにして調整するだけという感じになります。だから360度動画思った以上に簡単で感動しましたね。で僕ねインスタ360の別のアプリケーションで書き出してプレミアに入れるかと思ったら、プレミアプロで全部完結できちゃうっていうね、
なのでね、360度動画を作品として作るっていう場合も Adobe Premiere Pro とのこのね連携、ファイナルカットプロともできるので、かなりね360度動画の、まあ、ニーズが、まあ、今後ね時代的にもより高まってくると思うし、個人的には新しいその気づきをね今回与えてくれたこのねイーサ360の 1RS 最高でした。で、正直ね、その機能的なアップデートがめちゃめちゃあるかって言われたらそこまでなんだけれども、今まで使ってたこの1インチのこのレンズだけを取り出してこの 1RS に組み込むこともできるので、そういったところは本当にねモジュラーでうまく設計されてるなって思いましたね。あの RS に1インチつけて撮ったりとか360度に変えたりとか、そこはね本当にシームレスで、あのこうやって電源つけて本当に起動とかも、まあ、音とかもちゃんと出てね、あの操作もしやすいので、あのそういう観点で言うと本当に、ね、アクションカメラの選択肢としてかなりねいいんじゃないかなと僕的には思っております。で、アクションカメラ個人的には撮影体験がめっちゃ良くて、あのやっぱり自分のなんかその体験に集中できるというか、一眼ミラーレスを持った時の感覚とは全然違うんですよね。なので、まあ、サーフィンとかあとはスノーボードとか、まあ、いわゆる一眼ミラーレスを持っていけないようなシーンには本当にいいなと思ったので、まあ、ぜひね皆さんあのたくさんね体験をして、あのアクションカメラで、まあ、インスタ360-1RS で収録していただけたらと思っております。はい、ちょっとねあの作品今回沖縄のね、まあ、宮古島に行って、まあ、潜ってきたりとか、あとスノーボードしたりとか、僕のね一番大好きな表現をさせていただいたんですけれども、やっぱりねなんか撮影時、うん、やっぱ自由にね楽しんでる時が一番生き生きしてるなって感じるので、引き続きねエクストリームスポーツとかいろんな体験をして動画をね残していきたいなと思っております。はい、そんな感じで皆さん今日も最後までご覧いただきありがとうございました。いろんな方にね動画の選択肢をお伝えできるように、こういうねインスタ360さんとかいろんなねメーカーさんとご一緒して作品作っていきたいと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、バイチャ。